とか話ししましょう2月24日から3月15日まで、はい、私たちドイツとベラルーシに行ってきたんですよね、そそうななんんですそれなんか IPPNW とちょっと隠れてますけどねえと、えー、核戦争防止国際医師会議という会議に招聘されて。 出席して行ってきたでそれはなんか、ヘッセン州のプロテスタント協会というところがお金を出して、研究者と科学者を呼びなさいみたいなことを言ってたんですけど、協、うんまあ、会は、どの研究者や医者とかがいいか分からないから、それは IPPNW に任せますと、で、教会、ヘッセン州プロテスタント協会としての資金提供をする条件は、ただ一つです、うん、日本からおしどり、まことけんを呼びなさいだったんですよ、<laughs> 本当ですかと思って、びっくりでしょ、もう、ねまあ、ドイツ人の牧師さん、初対面ですよ、本当。 どこで知ったんですかみたいなそうね。どんなマニアだと思いましたよ本当 <laughs> で、それで、まあ、ベラルーシとドイツに行ってきたんですけど、ベラルーシの印象はね、まあ、もともと、その。情報がすごくコントロールされていると、いろんな健康被害は出てるんだけれども。あの、よっぽど、こう、あの、なんていうか、まあ、ね、その政府の監視とか。情報が出ないようになってる、福島第一原発事故の後、さらに厳しくなってるっていうことを聞いてたんですよね。あの、長野県松本市の菅直樹市長もおっしゃってたし。はい,は,いはい、はい、はい。こうね、福島第一原発で、原発事故の影響で、さまざまな。子どもの甲状腺癌以外のことが、因果関係認められ。 ちゃうとチェルノブイリの原発事故のことも遡っていろいろ補償しないといけなくなるのですんごいこう福島の原発事故などは厳しくなったんですってまたさらに。うんね、でこのどれだけ厳しいのかっていうとちょっと面白くてギャグみたいで。 国立の放射線医学研究所みたいなところ,みたいなところじゃなくてそこにいろいろ行って <laughs> いろんなラボを案内してもらったんですね、はい、で,、あのー、でどこのラボに行ってもこの研究者の方々が、えー、白血病は原発事故の後激増して問題になってますとか白内障は原発事故の後もうかなり増えて大きな問題ですっておっしゃるので、うん、私毎回あということは原発事故と関係があるんですかって毎回聞くんですけどうん、うん、その度にえ関係があるのは小児甲状腺がんだけですって言われるんですよ。うん で,いやでも今原発事故の後白血病が激増したっておっしゃいましたよねはい確かに言いました原発事故の後かなりはっきり増えましたしかし関係があるのは小児甲状腺がんだけです <laughs> コントみたいにどこのラボに行ってもどのがんを研究されてる方々もそうおっしゃるんですよなんだこれはと思いながら、ね、でそれでその案内をしてくださったこの副センター長 はえー、ロシア語であの説明をされてでロシア語から英語に通訳される方がついていてで私たちはそのドイツの研究者の方々と言っていたので、うん、そのドイツ語から英語に翻訳する通訳する方が一人ついていたんですね。もともとはい でまあ、それでみんなで英語で聞いてたんですけど私たち、普段漫才をしていて私がアコーディオンを弾いてケンちゃんは針金を曲げてるんですけどびっくりした何いきなり針金を曲げてるって言われてもみたいなことですけど、はいでまあ、今回、ね、そのあのドイツとベラルーシに行って、まあ、私たちのことになぜかすごく詳しいプロテスタント教会の招兵だったので、うん、行く先々でアコーディオンを用意されてるんですよ。そうです <laughs> でなんかねこう国際会議のこう私が発表した後とか話した後ととかにアコーディオンが置いてあって「うんやるんだろパフォーマンス」みたいなこと言われて。<laughs> なななんんかしょうがないなってやるでですよね,ね、うん、でそのベラルーシの研究者の方々と夜一緒にご飯を食べてご飯を食べた後もアコーディオンがあるんですよねお前、直 <laughs> 後に一曲やるよみたいになってでそうやって、まあうん、漫才の、ね、英語でなんかネタを作ってやると、はい、すごくなんかベラルーシの人たち意外となんか娯楽が少ないのでしょうもないことでも大喜びしてくださって <laughs> 自分でそんなこと言わないで <laughs> すみません,すみませんでもベラルーシの,あのコメディすごい古かったよ、うんね、古かったわね。 でそれでなんかそうするとベラルーシの人研究者の人たちもすごくなんか仲良く喋ってくださるようになって、うん、彼女と食後私たちが漫才のやった後すごい喋ってたんですよね。うんうん、で彼女はもともとすごく汚染地域に住んでいて典型的なチェルノブイリ・チルドレンなんですってでそういうチェルノブイリ・チルドレンっていうのはあのベラルーシ政府からのお金で年に2回海外に保養に行くとあの汚染地非汚染地域に行くということをやっててそれを彼女も経験していて。彼女は年に2回40日ずつ ドイツに保養に行ってたんですって、はい、ということは彼女はドイツ語ペラペラなんですよ、うん、なのであれそんなドイツ語喋れるのとこんなにドイツ語喋れるなら昼間の案内の時にドイツ語で話したら IPPNW の人たちはすごく分かりやすいしドイツ語から英語の通訳の彼がいるからすごく楽だったのにって言ったら、うん、彼女はその質問には答えずにうん、うん、みたいな,なんか笑顔でノーコメントだったんですよ、ね、でまあ後からそれ IPPNW の他のメンバーに聞いたんですけど、うん、まあずっとねこの 見学する時そして食事会の時もそうなんですけど政府側の監視する人間がついてるんですね。 なのでその監視する人間のために彼女はロシア語で喋らないと何を話すか何を勝手に話すか分からないっていうのでロシア語で説明しないといけなかったっていうことなんですってなんでドイツ語で喋れなかったのっていう質問の代わりに彼女はその自分に子供がいてそれでまあ原発事故の影響じゃないと思いたいけど、まあ、先天性の危険がたくさん持ってると自分の子供もも定期的に保養に行かないといけないし国立の研究職っていうのはすごいお給料がいいんだっていう。うん 言われたので、はい、うん、まあまり突っ込まないでみたいな感じで,、ね、そうそうで国立放射線医学研究所に行った時に <laughs> その IPPNW の研究者たちはそうそうたる人たちがいたので国際医師会議で発表するためのパワポの資料とか持ってるならうちでもやってくれって突然ベラルーシで言われたんですよね。うんうん まあ、IPPNW、分かりましたってやってもいいけどじゃあベラルーシの人も発表してくれないかっていう交渉をしてじゃあベラルーシ一人で i p p n w んでやってくれって言うから、うん、フェアじゃないじゃないか22で行こうとか,なんかそういうやり取りがあってで急遽ベラルーシ側と IPPNW で発表の試合があったんですけどなんとベラルーシの研究者が発表するときはプロジェクターが壊れましたと言って <laughs> 一切データを出さなかったんですよ。で IPPNW の研究者が発表する段になってプロジェクターが直りましたっていうことになったそれは、どんくさくないですかっていう感じだったよね、それはまあさすがに IPPNW 側の人たちも怒ってたんですけど、結局、じゃあデータだけ直ったときにまあ急いで見せますって高速でピュー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 って見せて研究者あも,もっとゆっくり見せろみたいな、なんか全然こういう議論じゃないこう喧嘩みたたいになってたよね見せる気がなかった見せる気がなかっったていうのがベラルーシの印象でした。はい でそれでそのドイツでの国際医師会議もすごく面白かったんですけどそのもうあんまり時間がないので駆け足でお話ししたいことはあの牧師さんが呼んでくださったのですごくいろいろなねあの超面白いプログラムというかハードスケジュールを組んでたのよねハードスケジュールの鬼が。で医師会議が終わった後にすごくあちこちの学校を回ってまあちょっと原発事故の話日本の現状話せっていうことで連れて行ってもらったんですよね。 であのー、地域の中学校とか高校とか進学校であるギムナジウムとか食料訓,食料訓練学校とかさまざまなタイプの学校に行ったんですよ。で、まあ、教会とかでお話をする時は日本のこととか原発事故のことに興味があるドイツ人の方々に向かって話すことになるのかなと思ってたんですけど、うん、こう学校に突然乗り込むっていうのは。 もう普通のドイツの学生の方々に向かって話をするっていうことなのでこれがすごい面白かったんですよね,はい、はい、ねでもまあねよくね学生の頃ってなんかわけのわからん人が突然来てなんか講演聞かされるみたいなことよくあったんでみんなすいませんねつまらない話をしてとか思ってたんですけどドイツの学生の方々はすっごいこう原発事故のことや日本のことにすごい興味があって最後の質疑応答とか質問がもう止まらないんですよねほらアコーディオ持たされてますけどね <laughs> もう学校でも用意されてたというね <laughs>。 それでもうなんか本当に質問が止まらなくて終わってからも囲まれちゃうんだよね声が枯れてもう勘弁してくださいぐらいの帰らせてくださいぐらいになってでそれですごく日本のことに詳しくて原発事故のことにとどまらず。 なんかすみませんあの特定秘密保護法について聞いていいですかとかそうもうねすごいね<う>びっくりする質問があるそうびっくりしたのはなんか義ギ義務な,ニュー義務なウムでねあの質問されたのがすみませんちょっと NHK の会長について教えてくれませんか <laughs> <laughs> なんで知ってるのみたいな、ね、え,えみたいな日本マニアみたいに思ったんですよ でねこう囲まれてる時にすごい面白かったんでなんでみんな原発事故のこととか日本にそんな興味あるのと、うん、マニアなのってふざけて聞いてたんですよ、はい、でそしたら普通にいや別になんか政治のこと考えるときにエネルギー政策は必要だしでまあ原子力かどうか考えるか時に原発事故は重要な要素だって普通に言われてで,でまあ、えー、中学生とかとね10代前半と喋ってる時に、はい、そんなにみんな普段政治のこと考えてんのとひょっとしてみんなもう支持してる政党とかあんのってまあこれもふざけて聞いてみたんですよ そうすると10代の子どもたちがあ私あの社民党が一番近いとか緑の党が一番考え方に似てるとか僕は政党左が好きですえ政党左みたいな直接的な名前だねとかって面白かったんだけどね。 すごいねって日本の中学生とかは中学生の時に支持してる政党とかあんまりないと思うない人がほとんどだと思うよって言うと、うん、ドイツの学生たちに言われたのがじゃあ日本は選挙権を取ってから選挙権を持ってから支持する政党を決めるんですかそれじゃ遅くないですかって普通に言われたんですよすいませんって謝りましたからね,ねおっしゃる通りですみたいなそれがすごい凹んだよね、はい、で本当に面白くてでどの学校でも聞かれたのが、うん ドイツは原発事故があって原子力を手放すっていう政策を取ったけど、日本はなんで原発事故があったのにまた再稼働を始めて、そして海外で原子力売ってるんですかって聞かれたんですよ。で、まあ、本当にどの学校でもどこの教会でも聞かれて、で、まあそれはま残念ながら。 あの国民の民意を反映しているわけじゃないと思うという話を私は毎回答えていてでその例として出していたのが2011年の9月27日の原子力委員会のパブコメですねあの原子力政策に対する国民の皆様からの意見募集結果のこれをずっと話していたんですけど2011年9月の時は次いってください。あのー 67%が直ちに廃止し再生可能エネルギーにで31%が段階的に廃止でつまり98%が原発は、まあ、いずれやめて再生可能エネルギーへとなってたんですけど。 このパブコメ調査を受けて日本政府はいろいろな意見がありますがやはり日本には原子力が必要ですという判断したと、まあ、この辺のニンパーの意見を拾ったという話をよくしてたんですよね。だからまあ必ずしも全ての国民の民意を反映しているわけではなくていろいろなこう媒体の調査から見ても原発はやめたほうがいいというのがまあおそらく過半数だと思うということを話してましてうん、うん、でそうすると、ね、ちょっと年代の高い職業訓練校の、はい。 えそうここの学校の時にね後ろの方の人に言われた彼だったかなすごいちょっとショックなことを言われてっていうのはあのー、この話をしたのに分かりましたその国民の民意は分かりましたけれどもなんで力に訴えないんですかって言われたんですよなんで暴力を振るわないんですかって言われて、うん、あの暴力って力に訴えないかっていうことだろうねポスターやシールやバ缶バッジで世の中は変わると思いますか 缶バッジやポスターで原発はなくなると思いますかって言われたんですよ彼に、うん、それが私すごいショックで,、はい、で私たちがドイツに行ってる時にその日本の知り合いからいろいろ連絡が来ていて応援とかもいただいてたんですけどうん、うん、そこですごく多かったのが日本の現状を海外で訴えて外圧で日本をなんとかしてっていうのをよく言われてたんですねでもなんか言われるために、うん、なんか違うとか思っていて、うん、それはその。 なんていうか私たちがまだ死に物狂いになってないのに外圧で何とかしてっていうのはちょっと甘いんじゃないかって少しずつ思ってたんですねそういうふうに思ってたときにポスターで世の中変わると思ってるのかって彼に言われてそこを疲れた気がしてあそううですよねってもうちょっとなんか自分たちで死に物狂いにならないといけませんよねってこの時は本当に思いました。うんね、でそれでいいろいろ まあ学校でいろんな質問出て面白かったんですけど、はい、あと学校と、まあ、牧師さんが、ねうん、もうすさまじいプログラムを用意してたからねあといろんな、ね、デモがドイツ多いのでデモ取材しろって言ってデモもあちこち回ったんですよね。でなんかねドイツのデモってすごく遠足みたいに楽しいものが多くてそれでまあ原発だけでなくこう、うん、女性の権利をとか動物殺すなとかいろいろあるんですけど。うんうん 警察がすごく協力的で警察がルート決めたりと,か,ちょっとなんかこの日はここで祭りがあるからここでデモした方が人来るぜみたいなことを警察が提案してくるんですよんかったのはグルグルデモっていうのをデュッセルドルフの警察が考え出してなんか広場で、あのーこうね、スピーチするところを作って狭い広場なんですけどね広場で一人スピーチをしてで広場を一周デモをするで次、一曲歌って広場を一周デモをするっていう広場だけでやるグルグルデモを警察が考えたって言ってたよね。うん ですごい協力的だったのでびっくりして私、このシュツットガルトっていうところなんですけどそこで大きいデモの取材行ったときにすごいですねってドイツはすごく警察がデモに協力的なんですねって遠足みたいで楽しいしでシュツットガルトの人に行ったらそこの人にいや、それはあの全然影響のないデモだからだよって言われました。うんうんで ドイツでも社会を変えるような大きいデモは武装警察が出てきて制圧をするしそれはあのマスコミも全然取り上げないよって言われてでシュツットガルトのデモの話をいろいろ聞いてまたすごい落ち込むんですよ。これを原発,こう原発が この辺にあって、それに向けての原発反対のデモだったんですけど。えー、シュツットガルトで2010年に。駅を解約することの、に反対するっていうデモがあったんですね。公園を潰して、駅を広くするんですけど。でも、実際駅を広くするんじゃなくて、交通部、あの鉄道網をすごく縮小するっていう。プランだったんですよね。ュえー、シュツットガルトとか、ドイツ、あのベンツとか、車の産業が強くて。で、車の産業は、まあ、あの鉄道網を、こう、近場をなくしていって。あの車をどんどん。 道路網の方を発達させたいっていうふうに政策に働きかけてきてで、まあ、そういうことに反対したデモがあったんですねで公園を学生たちが占拠しててですごく大きいデモだったのであのもう武装警察がずっと出てて放水車とかも出てきてたんですよで放水車が公園の学生たちに放水しようとした時に一人の男性が老人が間に入っていってあの学生に放水,放水するのをやめろってあのこうやって手でバッテンしたんですよね そうすると放水者はその老人の顔に向かって放水したんですよ。で至近距離で水を受けたその男性はバーグナーさんって言うんですけど両目が流れ落ちて失明したんですよ。でその写真がちっちゃい写真が1枚だけ新聞に載ってその後バワーグナーさんのところにもうドイツやもうヨーロッパのいろいろなメディアが取材に来て何時間も取材をしたそうなんですけどそれはほとんど表に出なくてで まあ、表に出なかった取材されたけど出なかったとっいうことを数か月後インターネット系の独立メディアで、まあ、学生がやってるような感じのメディアなんですけどそこでずっとしゃべっていてで政府のことや市長のことを批判しないのであればメディアに載せるとか。 この言葉を削るんであれば乗せてあげるというような交渉をされていてもうそんな自分はその時失明して自殺を考えていたのでもう言葉をカットしてまで別に記事に載せてもらわなくていいということで言っていたらもうどんどん乗らなかったっていう話をしていますでその話をシュツットガルドで聞いてその本当に大きいデモはそうやって警察から潰されるしメディアも取り上げないんだよって言われてで。 日本人は割とドイツがすごい優れた成熟した国だみたいに思ってるけどでもドイツでもひどい政治家はいるしひどい企業はあるし警察もひどいし裁判もフェアじゃないし報道もフェアじゃないし、うん、あのひどいこといっぱいなんだよとでもドイツと日本が一番大きく違うのはおそらく市民があの怒ってそれで抗議することじゃないかなっていうふうに言われました。はい でこの日にワーグナーさんいるかもっていうのでちょっとお話聞きたいなと思ってすごい探したんですけどいらっしゃらなくてこの日は後で聞いたんですけどあのロンドンも大きいデモがあるので放水車を入れて制圧しようっていうプログラムが今。 立ち上がっているのでロンドンに行ってワグナーさんが講演をしてその放水車は水なので人体に影響はないそんなにひどい影響はないというけれど自分のような目に遭うこともあるということをあの訴えにロンドンに行かれてたって聞きました、ねはい、で今でも本当に先月、えー、2月のデモでもそうだったそうなんですけど催涙弾が目に遭って説明したりとかそういうことは結構多いそうですでもそれはやっぱり大きくは取り上げられないでね。いね。 オオッッケケーーそれで、あのー、急ぎでモニュメント行きましょう。はい、で、まあ、牧師さんが超ハードスケジュールを組んでいたので、あのー、全然そんなにドイツ何も見なかったんだよね、うん、でそうするとベルリンに行った時にベルリン在住のフリージャーナリストの人が何にも見てないって言うともうあの日本から来たんだったらこれだけ見て帰れ20分で案内するって言われたものがこれです。うん、その ドイツがどうやって第二次世界大戦のナチスのことについて反省してるかっていうのを絶対日本人には見て帰ってほしいって言われたんですよ。はい、でこれ2005年にできたベロリンのすごく一等地にあるユダヤの方々を虐殺したことに。 えー、関する反省と、えー、追悼のモニュメントなんですけどすごい広くて一等地にで一つ一つこう大きい石が全然サイズの違う石が微妙に垂直じゃなく歪んで立っていて、うん、これは殺された方々は単なる数字じゃなくて一人一人全然違う人生歩んでこられた方々が急に石のような冷たい石に変えられてしまったとっいうことを表すモニュメントだそうです。で2005年ににここれれれができてでそれで,これができきてそた後に 殺されたのはユダヤの方々だけじゃなかったんじゃないかっていうので同性愛者の方々も殺されたんじゃないかっていうのでゲイの方々を大虐殺したっていうことに対するモニュメントが市民運動が起こってできたそうです。ここの中に映像がが流れれているんでですけどねでこれができた後 ゲイだけじゃなくてレズビアンの方々も殺されたじゃないかっていう市民運動が起こって今、ゲイとレズビアンの方々の映像が流れていますで今起こっている市民運動が、えー、トランスジェンダーの人たちも殺されたじゃないかっていう運動が起こって今、ゆくゆくここに入ってくるだろうと言われたりそうです,す、ね、でユダヤの方々とその同性愛者の方々のモニュメントができた後にまた市民運動が起こって。うん、あの ロマのジプシーの方々も殺されたんじゃないかっていう市民運動が起こってできたのがこちらのモニュメントです。で、この周りには石畳にこうあのこうやって掘られてるんですけど、これはロマンの人たちが収容された収容所の強制収容所の名前を掘ってあるそうです。で、 でその後に私がこれね本当にベルリンの一等地にできていてそれでねドイツが政策として第二次世界大戦のナチスの政策は間違っていましたっていうのをあの予算をつけてモニュメントを作り続けるとでそれは何のためかっていうと周りの国々に対してドイツがもう一度力を持っても許してもらえるようにアピールするために反省し続けるっていうのは政策として必要なんだということを。 取ってるんですって。うんうん、で、本当ベルリンのいとちにあってね,ね。私がちょっとなんかガーンってなったのがこのモニュメントなんですけど、これは何を表しているのかっていうと、そのナチスの政策に反対して殺された政治家の方々のモニュメントなんですね。で、ここにこう政治家の方々の名前と生まれた年と殺された年が書いていて、で、そのナチスの政策に壁となろうとしたけれども。 殺されてしまったとっいうことを表すモニュメントが国会議事堂の前に作られているんですよ、これは本当、場所的にもすごく意味があるものだなと思ってあのこうやってドイツは第二次世界大戦のことを今でもすごく考えているとで今、進行中のプロジェクトはつまずきの石っていうんですけどそのここはベルリンの周りだけのモニュメントなんですね。ででももそうじゃなくてもう普段自分たちが住んでいる、まあ、の街からも 収容所に連れて行かれた人がいるっていうので、うん、住所を調べてそこの住所のところにプレートを貼って名前と、えー、連れて生まれた年と連れて行かれて殺された年っていうのを書いて。 あの、自分たちが普段生活している中で、あここにもナチスに連れ去られた人がいるんだ。っていうことを生活の中で、ちゃんと気づくためにそういう、えー、つ、まずきの死というあのプロジェクトをやっているということを聞きました。はい、なんかあのちょっとこれはショックだったよね。ねそうねでね、そのね、ドイツの学生の方々も第二次世界大戦のこと、めちゃめちゃ知ってるんですよ。で、それがその何ていうか？ まあ福島の原発事故のことは私もう3年前のことですごい古いあのことじゃないかなとドイツで話してみんな古いって思わないかなって日本ですらそうなっているので日本ですら3年前のことになっているので。 どうなんだろうと思ってたんですけどそのドイツの学生の人たちドイツの人たちは第二次世界大戦のことも今、もうあの学校であったりとかお酒飲むときにものすごい話題にされてるんですね。なのでもう3年前の原発事故のことっていうのはもうすごく最近のことでもう今現在進行形のこととして捉えてらっしゃってそれがすごい驚いたよね。そうねもう教会に行って80代ののドイツ人の男性がえすいませんえーえー津波でなんだっけ非常 電源装置は流れれたんですかとか聞かれるんでですすかかと聞るようん、うん、なんでそんな詳しいんですか?」って聞くと「英語版の,あの国会事故調の資料を読みました」って言われてそうそう、ね、全然マニアとかじゃないんですよ普通の方なんですよ。それでもう本当にいろいろんかあのバーッと、うん、あの一瞬だけはい、はい、それでね牧師、まあ、さんのプロジェクトの一つとしてなんか脱原発の活動家のリーダーを30人ぐらい集めるから。 お前ちょっとななんか話聞けみたいな日本はすごいなんかねあの足引っ張り合って分断しちゃってるような感じがするからもうドイツどうやってやってるかお前ちょっと聞いてこいみたいなね、うん、もうその次の写真とかあったんですよ。で30人ぐらい集められて自分はこういう活動の,あの団体のリーダーしてるっていうことを聞いてたんですけど。 まあ、その脱原発だけじゃなくてすごくこういろんなモンサントであったりプラスチックであったり動物であったりいろんな環境、えー、ネオニコチノイドとかね,ねあといろんな政,政党の人とかもねそうそういろんな環境問題を並行してやってる、うん、でもしくはいくつかの団体のリーダーをやってる人たちが多かったんですですごい面白かったのがルフトハンザのフライトアテンダントやってますとか,なんかヨーロッパですごく大きい銀行のすごい大きい銀行の,なんかあの課長をやってますとかすごくかっちりした お仕事の方々がリーダーをやってるっていうことがすすごい面白かったんで日本はすぐなんか意見がちょっとでも違ったらなんか仲良くなれなくって分断しちゃうからドイツどうやってるか聞けってボクシさんに言われたんですけどうん、うん、もうこの自己紹介をやってる時にもうめちゃめちゃなんていうかもう口喧嘩みたいな議論なんですよね。そ <laughs>、ね、そうそう,そう なんか「お前今それはここで言うことじゃないだろう」とか「お前の考え方それいつも違うんだ」とかすごい立ち上がって見に怒るんですよで私があだ名つけてこのジョン・レノンっていうのがすごい怒りん坊で <laughs>「ジョン・レノンめっちゃ怒るんですよ」お前そそれれ違うだろうとかか、ね、で,でなんか まあねまあ、牧師さんの指令が意見が違う人たちがどうやってまとまってるか聞けって言われてたんですけどもう全然喧嘩してるじゃないかと思って面白かったんですけど最後に彼らにそれを聞くと書いてきた答えみんなが言ってたのが面白くて1から100まで考え方が同じ人間なんかいるはずがないとここにいるメンバーはもう同じ考えの人なんか1人もいないもう大きくとか小さくとか絶対違うとでも集まってる30人はゆくゆくもうドイツでも世界的にも原発はなくした方が いいと思っているもうそのただ一点だけが一緒なだけであってあと全部違うとでもゴールが一緒なら別に細かいところが違っても時々一緒に集まって話をしたりとか一緒にデモしたり同じ行動を取ったりとか別に何の問題もないんじゃないかと、うん、意見が違う時は議論をすればいいだけだし一緒に動く時は一緒に動けばいいだけでなんでそんなあの分断なんかして足引っ張り合うんだみたいなことを皆さんおっしゃってました。うん、でもももねねドドイイツツ昔昔、ね、日本みたいに、うん、あのちょっと年配のの人はは運動は すごい分断して小さくなっていってる時期があったとでもそれはだめだっていうことでじゃあどうやったらあの意見の違う人たちが一緒に動けるのかっていうのをすごく何度も何度も話し合って今のようになっているとだからまあ日本も30年後ぐらいはなんとかなりますよって言われて <laughs> それは長いわと思いか、ね。て言、ね、まあけどね。 あのー、そういう感じのちょっと駆け足でお話しましたけど、はい、そうでしたでも本当になんかあ,すみませんありがとうございます日本からねあの帰ってきてすごいへこむこと多かったじゃないですかそうで,す、ね、でもきっとね、はい、ドイツに行って思ったのはうん、うん、私今日本がこん,なこんなんですよみたいなことを話すとうん、うん、びっくりするぐらいね<あ>一緒に怒るんですよ同じになってねそそそうそうそう突然座ってる人が立ち上がってそ,うそ,うそれは本当にひどいじゃないかって俺に何ができるんだってななんかなんでこんなにテンション高いんだろうっていうぐらい。 みんなねドイツの人がすぐ怒るんですよね怒りんぼだったよね感情移入するというかなんか分からなんかね一緒になってくれるとそうそう。だからなんか私たち多分きっとそのねあのデモで言われたことでもないですけどもうちょっと多分知りたがりになって怒りんぼになるってことがすごい重要ですよね怒るねそうそう拗ねるんじゃなくてね拗ねるんじゃなくて怒るきっとね本当に自分が関係なくても遠くの誰かが虐げられてるっていうことに対して離れていてもどれだけ怒れるかどれだけ動けるかっていうのがすごく重要なんじゃないかなと思いましたね 怒れるたたくさん増やしいでもねドイの人たちと同じように怒るんですけどすごい泣いたり笑ったりも激しかったので怒るだけじゃなくてもう本当にね楽しい時はすごい楽しいんでね怒るときにはすごい怒るっていうのが私たちに一番欠けてるんじゃないかと思いましたすいません駆け足でし上えー